共働きなのに家計が苦しい4つの理由。皆様、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの土屋です。共働きで2人とも一生懸命働いてるのに、なんか家計が苦しいなとか、そんなこと感じている方もいらっしゃるのかなと思います。はい。そんなですね、原因とか、あとはですね、解決法などをご案内している記事がありますので、紹介をしていきたいと思います。では、画面を共有をしていきますと、はい、ということで、それを紹介しているマネキッズの記事、共働きなのに家計が苦しい4つの理由、対処法や家計管理法も紹介ということで、お話をしていきます。じゃあ、まず理由の部分ですね。4つ以外にもあるのかもしれませんけれども、はい、ということで、まずはですね、夫婦間のお財布事情を把握していない。結構ですね、独身のまま、行っちゃっててって方もいらっしゃいますねっていうのは経験上あります。あとはですね、苦しい理由の2つ目、教育費や習い事への支出が大きいと。あとは固定費が多いとか、外食が多いとか、いろいろあるかなと思います。で、ポイントはですね、別にこの支出が多い系のですね、原因は、ライフプランとマッチしてれば、別に他の家計と比べてもですね、高くてもいいですよねと。自分の収入とバランスが取れていれば、別に高くてもいいですよねと私は思います。はい。だから特にですね、外食が多いとか、そうやって、普段の生活のストレスをですね、解決できているのであれば、別に外食が多くても、その分頑張って働けばいいのでいいんだと思いますけれども、はい。だからここで言うのはですね、一番大きいのは、ライフプランを考えてないのが一番の問題ですよね、ということが言えるのかなと思います。あとは、こっちのですね、お財布事情をですね、完璧ではなくてもいいので、ある程度それぞれは把握しておいた方がいいですよということでございます。で、これからずっと一緒にいるんであれば、ある程度はちゃんと把握をしていった方がいいかなと私は思います。はい。ということでですね、こういった支出が大きい系の問題と、事情を把握していない系の問題がありますけれども、じゃあその解決法を確認をしていくと。はい。ということで、2つの対処法ということで、まずはですね、ある程度、そんな完璧ではなくてもいいので、それぞれの支出とかは、把握しておきましょうねと。両方2人の生活の支出とかは把握しておいた方がいいですよということでございます。で、その家計簿の付け方、いろいろありますが、一番楽なのはやっぱりアプリを使うことですね。なので、そういったアプリを使えば、なるべく現金をやめて、クレジットカードとか、電子マネーとかを使うことによって、自動的に記録できますんで、どこでいくら使ったかっていうのは記録できますので、そういった方を活用していった方がいいのかなと思います。で、あとはですね、ノートとかエクセルとかでつけてもいいですけども、アプリの方が楽って言えば楽かなというところでございます。で、ある程度ですね、ある程度結構なので、生活費を把握をした上で、ちゃんとライフプランをもとにですね、現実的な生活費とか貯蓄額を洗い出すというのがポイントかなということでございます。で、繰り返しですが、別に支出はですね、他の家と比べる必要はありません。自分のライフプランとマッチしていることが、一番大事なわけですから、はい。生活費もそうですが、ちゃんと必要な貯蓄額っていうのを洗い出しておけば、いいんじゃないのかなというところでございます。はい。なので、じゃあ、家計管理の方法というところでいきますと、いろいろですね、紹介をしていますが、ここでないところで言うと、一番ベストなのはですね、夫婦どちらかにね、2人分の収入まとめて、管理をしてもらう。もちろん、ある程度話し合いしながらですが、ある程度管理してもらった方が、ね、管理は楽というか、見える化できて楽なのかなと思いますけども、とはいえ、一生懸命せっかく働いてるんだから、自分で使える分は確保したいですよって方もいらっしゃると思います。で、そんな方につきましては、この中で言うと、2番のですね、金額管理法がおすすめかなというところでございます。だから、それぞれの収入に応じて、私はいくら家計に入れるね、私はいくら家計に入れるねっていうのを決めておく方法でございます。はい。で、なので、それ以上稼いだ部分に関しては、自分で使ってもいいですよっていうことにするっていうルールが大事かなと思います。で、ここでのポイントは、この共通口座、
家計に入れる金額についてはちゃんと先々を見据えた貯金額も含めて、まあ、貯蓄額も含めてですね、共通口座に入れることが大事ですよということです。なので共通口座からちゃんと教育費のお金とか、まあ、老後のお金については貯めていきましょうねっていうのがポイントなのかなというところでございます。でもちろんね、自分で余った部分貯めていただいても結構ですが、まあ、根本的な部分本当に必要な部分は、まあ、共通口座で貯めていった方がいいのかなというところでございます。で1年に1回ぐらい話し合いが必要かもしれませんが、ある程度ですね自動化しちゃえば毎月、勝手に銀行から入金して、毎月勝手に人としかけてとかっていうのもできますので、まあ、そういった仕組みを1回作っておくといいのかなというところでございます。はい。で、まあ、いろいろですねお話はしていきましたけれども、やっぱり大事なのはですね、このライフプランを作ることだと思います。ライフプランを作って自分らに適したマッチした生活費とか教育費とかの金額とか、必要な貯蓄額というのを洗い出すことはライフプランができませんので、まあ、それを考えるといいと思います。その際はもちろんですね無料のソフトもいろいろありますから、まあ、自分で作っていただいても結構ですし、はい、でプロに相談いただければですね、まあ、そのライフプランを作るだけじゃなくて、まあ、じゃあいくら、どんな時に、貯蓄をしたらいいかとかっていうのも、提案することができますので、相談もいただけたらなというところでございます。はい、ということで、今日は、共働きなのに家計が苦しい4つの理由っていう記事を紹介していきました。でもし何か質問とかあればですねホームページ経由でご相談、ご質問とかいただければと思います。はい、あとはこれからも動画アップしていきますのでよろしければチャンネル登録等をしていっていただければと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。